時代は戦国。未だに天下はその行く末を定めていない。神奈川の山中には炭焼き職人が集まる小さな集落があった。普段は使われていないのだが、冬になると一時的に何人か集まることで知られていた。麓の村に降りない変わり者ばかり。という噂だった。ある日、その小さな集落に、一人の娘が逃げてきた。その娘は、山を三つ越えた場所にある小さな村の出で、何者かに襲われて、一人だけ、ようやく逃げてきたという。真っ白い着物に素足、髪はザンバラで、はじめは、幽霊かと思ったほどだった。手足が氷のように冷たく、目がうつろなために、慌てて小屋の中に導いた。他の村人は？炭焼き職人たちはいろいろ聞くが、ガタガタと震えるだけで要領を得ない。ようやく、娘が話し始めた内容は、とても信じられないものだった。漁師を呪うために、生贄狩りをしている、という噂が、娘の村に流れたのは、今月に入ってからだった。何でも、いくつかの村は襲われて、全滅したらしい。疑わしい話なので、誰も信用しなかったが、それでも不穏な空気を感じざるを得ない。娘の村に奇妙な仮面をかぶった一団がやってきたのは、5日前のことだった。村の真ん中で厄払いの儀式を行うことになったのは、領主の意向らしい。領主の手紙を村長に渡した集団の長らしき者は、村長の警戒を解くかのように何かを渡した。娘はその何かを見てはいないが、村長の態度が変わったので、金でももらったんじゃないかと噂しあった。その夜、村人は得体の知れぬ夢を見て、次々に飛び起き、村全体が騒がしくなった。形容しがたいドロドロの何かが村を飲み込む夢だった。そうして一人残らず食べられてしまうという夢。それを見たのは一人二人ではない。村人のほとんどすべてがその夢を見た。これは奇妙な儀式と関係があるとして、村長が村外れに滞在中の長のところへ抗議に行く。だが、その時すでに異変は起こっていた。歩き出した村長と数人の若者が、突然、村人の目の前で消えた。真っ黒い霧のようなものが、何かを音を立てて食べている。ついで、松明の火に照らされたのは、転がってきた村長の首だった。あっけに取られていた村人が、恐慌状態に陥るのは簡単だった。それからのことは思い出したくもないという。山の中に逃げ込んだ娘は、背後で湧き起こる悲鳴や怒号に耳を塞ぎながら山中を駆け回ったという。そして雪を食べ沢の水を飲んでようやくここまでたどり着いたという。この話が本当なら大変なことだった。娘が嘘を言っているようには見えない。山道が雪に閉ざされる前に、麓の村に
知らせに行かねばならない。炭焼き職人たちは、娘を背負うと一路山を下った。村長は、変わり者ではあるが、真面目な。炭焼きたちの言葉を信じる。変な集団が来たら、村に入れてはいけない。漁師様に報告しておくべきだ。そう言って、娘を預けると、職人たちは集落へ戻っていった。少なくとも、変な儀式をさせなければ村は大丈夫だと信じて。その翌々日、ようやく集落に帰ってきた職人たちは恐怖した。仮面をかぶった怪しげな集団が立っているではないか。逃げようにも疲れた彼らにはその力がなかった。あっさりと捕まり観念した。村は救った。お前らには騙されないぞ。職人の中でも年長の男はそう言って笑ってやった。その途端、顔色を変える変な集団のおさらしき人物。お前ら、誰か村に入れたのか？その雰囲気に飲まれた年長の男は、それでも虚勢を張って答える。お前らが襲った娘を救っただ。バカが！男の言葉を遮って怒鳴りつけるオサ。お前らが導いたのは人の姿をした鬼じゃ。訳がわからない。あの可愛らしい娘が鬼などということは考えられなかった。嘘じゃ。お前らの言うことが信じられんわ。と職人が言うと、お前ら、この冬山でただの娘がどれぐらいさまようて生きていられると思うか。その娘、とうに死んでおるわ。目は、体は、生気はあったか。男の言葉がガンガンと響く。言われてみれば思い当たる節はある。集団の長は続けていった。皆殺しにした村の中から都合の良い人間を見つけると中に入り込んで次の村を襲う。村々には悪霊よけの護符があるところが多く、人の姿を借りるとともに導いてくれる人間が必要。それを聞いた職人たちはとんでもないことをしてしまったという恐怖に染まった。言葉もない。慌てて戻ろうとする男をオサが止める。もう遅い。二日も経っているのだろう。今回も間に合わなかったか。オサが無念そうにつぶやく。職人たちにこの土地から離れるように告げると、彼らは無言のまま村へと向かった。鬼を追うために。職人たちはただ呆然と立ち尽くすだけだった。この村の資料としては、郷土資料館の地下書庫に眠る仏国三尊記にのみ記されている。村の住人は誰もいなかった。忽然と一人も残らず消えていた。犬も猫も牛も馬も何もいなかった。ただあちこちにこびりついた血の跡がここで何かがあったことを告げていた。村の住人が戦った様子はない。しかし固まっている血だまりから見ても明らかに殺された形跡はある。死体もなく、
ただ何もかも消え去っている。当時、この地方を治めていた領主に宛てられた報告としては、これ以上のことは書かれていない。おそらくは、盗賊の類に殺され、生き残った者も死体ごと連れ去られたのだと考えられた。戦国の世の中で、山奥の小さな村が消えてなくなること自体は、さほど珍しいことではなかった。しかし、それらの真相が明らかになることもまたなかった。炭焼き職人たちのその後は、用として知れない。